はい、どうもオリックスを語るチャンネルでございます。皆さん、ついにですね、ついに、この時が来ました。 T さん引退ということで、今シーズンで T さんとお別れに今なりますと。ねえ、まあ分かってたけども、まあ分かってたというか覚悟してたけどもね、やっぱ俺ですらやっぱ多少のこの感情の動きみたいなところありますから、多少どころじゃないかな、やっぱね。やっぱ昔から知ってる人というか、昔からこう応援をしてる人は、もうその応援してるね、時間が長ければ長いほど、こう、なんですか、T さんに思い入れのある人も多いんじゃないかなと。思いますんでね、やっぱこう、成績とかの話じゃないよね。もう去年、今年がとかでもないというか、そのレベルまで行ってんのかなというふうに思いますから、やっぱそこはね、いろいろと感慨深くなっている人もいるんじゃないかなということで、今回、ま、動画の方に取りまとめていますと、いうことでございます。で、実際にでもですね、同僚の方々からも、コメントが出ておりまして、まず北川コーチですね、まあ、オリックスで先週、そして、まあ、コーチとしても、携わってるということで、僕からしたらね、まだできるだろうと、もう、毎回聞くよ、引退する人の声。引退しますなんて、だいたい絶対誰かいますから、まだできるやろうっていうね。もうちょいやってほしいなという気持ちもあるけどってことですけど、まあ、個人的にですね、まあ、毎日毎日オリックスを追いかけてる身からすると、まあ、ちょっともう本当に今年が精一杯だったんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、ある種こう、リップサービスも、兼ねての言葉なのかなっていうのは個人的には感じましたが、まあ、最後はね、怪我で苦しんでる部分もあったんで、自分で決めたことなんでということでね、寂しいですけど、よく頑張ったね、お疲れ様でしたというふうに言ってました。で、ファンもですね、ツイッター、インスタ含めて DM で結構いただきまして、はい、寂しいですね、とか、もう間違いなく今のオリックス作ってくれましたよねとか、ノーステップ打法かっこよかったですとか、記事にも上がってましたし、同じようなコメントたくさん来てました、動画撮ってくださいとかも来てたんで、やってます。はい。ね。その方は聞いてくれてますか？ありがとうございますね。で、今年の成績でしたけれども、開幕スタメン掴みましたが、3試合でヒットなしと、以降出場なしで2軍でも、打率1割台と、いうことで、去年ですね、2009年から続けていたホームラン、記録っていうところも途絶えて、一本もホームラン打てずにっていうところで、まぁ、ちょっと去年がですね、一つの節目だったのかなと、いうことで、まぁ、こう、3連覇っていう花道も、作ってたんでね、T さんそろそろというふうに思ってる人もいたんじゃないかなと思いますが、はい。まぁ、今年はね、もう2軍に費やしてもこの成績っていうのは、もう数字としてはっきりと T さんも、こう、なんですか、自覚というか、やったんじゃないかなっていうふうには思います。もうずっと T さんは結構断るごとに、年齢的にも考えるとチャンス多すぎるやろっていうぐらいのチャンスがあったんで、まあ、そこはちょっと T さんにも分かってもらうためにっていうふうにもあったのかななんていうふうには、個人的には勘ぐりましたけれども、まあ、去年とはちょっと違う、ね、もう主戦場がっていうか2軍での数字っていうのもちょっと去年と違ったんじゃないかなと思います。見せるっていう意味でね、首脳陣もね。で、まあ、ここからね、ちょっとこれまでの思い出ということで、まあ、僕が2017年の本当にシーズン途中、5月ぐらいからオリックスをこう、しっかりとファンになったって自覚したのは、このタイミングなんで、それ以前の、まあ、僕が知らないような、こともちょっと調べながら、懐かしいなとか、ぜひ思っていただけたらなというふうに思うんですが、まあ、ここ最近のことはね、もうそらそら知ってますから見ると、めちゃくちゃ共有できるんじゃないかなと思うんですが、まあ、これまでの思い出いっぱいありますよ。で、そもそも始まり2006年ですね。地元大阪履正社高校からドラフト1位で、入団をしたと、いうことでございます。まあ、この時はね、ちょっと今と、こう、まあ、状況が全然違うというかですね、ドラフトのこう、仕組みみたいなところも、うん、ちょっとこう、今とはちょっと違うような形だったので、まあ、その、まあ、1期生とまではいかないですけれども、2006年、18年前に、まあ、入団をしたと、いうことでございます。はい。でですね、2005年ね、入団で、指名が2005年で入団が2006年、ちょっとややこしいですけども、はい、入団をしました。はい。で、2009年ですね、高卒だから、4年目ですか、に、プロ初ホームランを打ちまして、翌年2010年には当時ね、今阪神で監督して岡田さんが、どんでんがですね、オリックスで監督をしているということで、オリックスあるあるですね、名字が結構重なると改名しがちということで、今までも K 鈴木とか、いろいろありましたけれども、はい、T 岡田と。こういうふうに、高広岡田で T 岡田ですね。はい。ティラノザウルスみたいだな、みたいなこと言ったらしいですけども。そこで、ノーステップ打法、もして、まあ、要するに今の大谷さんですよ。翔平大谷と全く同じような、打ち方で、ホームランキング33発ですね。22歳でのホームランキングということで。この年齢でのホームランキングっていうのは、王貞治以来ということで、化け物や。今、王貞治以来の記録をオリックスへもう、ね、ぶち上げたら、それ化け物ですよ。ね。ベスト9も獲得するということで。その4年後ですね、2014年。もうこれがまあ一番こう、
うん、皆さんの中ではエピソードとしては色濃く残ってるんじゃないですか。ね、2014年、オリックス2位で迎えた、3位日本ハムとの、クライマックスシリーズファーストステージで、逆転スリーランということで、これがもう、T 岡田といえばっていうような感じじゃないでしょうか。今日もね、今朝大前さんがツイッターの方でご自身のね、実況してましたと、こういうふうに言ってましたけれども、この年はファーストでゴールデングラブも受賞するということで、まあ、レフトやったり、ファーストやったりしてましたけれども、ファーストがね、ほんとうまいんですよ、T さんね。守備がめちゃくちゃうまいという、まあ、左利きっていうのもあんのかな、全員が全員うまいわけじゃないと思うけど、まあ、補給、フィールディング含めてめちゃくちゃうまいので、ゴールデングラブベストナインっていうのはね、ちょっとまあまあまあ、そらそうだなっていう、個人的に嬉しいな。覚えましたね。で、3年後、2017年ですね。はい、この2010年以来の、ホームラン30発超えということで、99,999号、NPB 通算の、このまあ、キリがいいのか悪いのか分かりませんが、10万号の手前の、ホームランを記録するということで、この年31発打ちますということでございます。そしてその2年後ですね、2019年ですけども、この年 T さん FA 権取得でございまして、ただシーズンとしては、20試合で打率1より2分ホームラン1発ということで、なかなか苦しんでたんですね。その中で T さんとしても出た方がいいのか、残ってもいいのかっていうところで迷っていた中で、これマモさんがですね、引退を発表しておりまして、はい。そこで、代打で出場します。そうすると、ライトスタンドからですね、もう、地鳴らし、もうすごい、地面がもう、ブワーって、なんていうんですか、この、ちょっともう語彙力ないですけども、すごい、もう下から突き上げてぐらいの大歓声でですね、まあ、T さんはその歓声を受けて、さすがにそれで、もう残るしかないだろうということで、ファンに感謝をして、心動かされたと。ということで、残留を決意し、かつ、まあ、その年から GM が着任するということで、プエルトリコにですね、若手、今いないですけど、鈴木優投手だったりとかですね、と一緒に、まあ、武者修行ですか、ウィンターリーグで、行くと、いうことでございます。はい。そうすると、もう D さん終わったのかなと、もうちょっと選手生命もうないのかなと、もう次第なのかなと、いうふうに言われていた中で、2年後、2021年ですね、はい、ご自身通算200発。遅いねー。T さんからしたら200発。300、400発ぐらい打っててもおかしくないですけど、200発達成するなど、17本のホームランを打ちますということで、がっつりとですね、オリックスの四半世紀ぶりの優勝に、まあ、貢献をするということでございまして、よくここね、持ち直しましたよ。ね、1割2分でホームラン1発の中から、久しぶりに、15本以上打つと、いうことでございまして、まあ、2020年とかも、ね、打ってるんですけど、優勝に貢献をしましたよと、いうことでございます。はい。まあ、ここね、もうがっつりサヨナラヒット栗林投手から打ったりとかめっちゃ覚えてますよ。ね。無敗記録をこう、オリックスの T さんが、もう打ち破ったみたいなこと覚えてますけど、ね。はい。そしてその2年後、2023年、去年ですね、減額制限超えの半額でサインということで、もうここから正直、もうご自身で引退っていうのをちょっと判断する領域になったのかなというふうに思いますし、球団としてもですね、まあ減額超えですから出ていく可能性もあった中での半額だったんで、まあちょっとこう厳しい声もありながらも期待してるよと、ね、キャンプで怪我さえしなければ、期待してるってことで、実際今年もね、開幕スタメンを勝ち取りました。ね、まあいろんな声がありましたけど、通算1362試合で打率2割5分6厘204発、打点が715、OPS が 1.770 ということで、まあね、うん。OPS770 っていうのは、すごい高い数字なんじゃないかなと、個人的には思っておりますね。はい。200発っていうのがちょっとまあまあまあ、少ないなと思いますが、5215打席立ってますからね。それで OPS この数字っていうのは非常に高いんじゃないかなと思います。で、今後ですね、まあ、引退の、まず、会見もそうですけど、セレモニー、もちろんあるでしょうということで、まあ、おそらく背番号55番、まあ、配られるでしょうし、ファンにも。で、選手にもですか、選手もなんか55番つけるんじゃないかなとか思いながら、最後にね、応援歌も聞きたいなと思ってますし、足立選手がなんかこうね、カーニバルとかを使って入場しそうだなと思いますし、共存というか一緒にプレーをする、ショート足立ファースト T みたいなのも、見たいなというふうに思いますし、なんとかね、引退試合で、ホームランみたいなのはちょっと期待してますけれども、4番をファーストで出るのか、まあ、代打で出るのかわかりませんが、カーニバルもね、今年で聞けなくなるわけですから、で、今後に関してはね、まあ入閣はあるんじゃないかなと思います。まあ適正はやってみてから判断するということで。はい。で、同い年の足立選手とかは今コーチ兼任してますし、果たしてどうするのかと、いうことでございますね。はい。まあ何はともあれ、T さん本当にね、19年間、
まあ、そしてブレイクしてからのこう15年間ですか、低迷期が非常に多かったオリックスをですね、背負ってくれて本当にありがとうございました。ね、人によっては、正尚だったりとか、吉野部だったりとか、金子千尋だったりとかですね、スーパースターが生まれても、オリックスイコール T 岡田というふうに、思って応援をしている人もいたんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、改めてですね、感謝の気持ちっていうのは、ファン歴が長ければ長いほど、あるんじゃないかなと、個人的には思っておりますので、ぜひですね、T さん、本当にお疲れ様でしたということで、この動画を締めさせていただきます。ぜひ皆さんもですね、コメント欄で T さんへの思い、まあ、僕が知らないですね、この2017年以前の、T さんの出来事だったりとかですね、そのあたりも含めて教えていただけたらなというふうには、思っております。まあね、2021年に、増田投手から逆転スリーランを打って3立てをして、同率で並んだりとかですね、まあ、吉野部が誕生日ケーキで T さんむちゃくちゃいじったりとか、いろんな思い出が、まあ、ありますけれども、まあ、何はともあれね、まあ、お疲れ様でしたということで、ちょっとみんなでせーのでいきますか。はい。せーのでいくからついてきてということで、せーのでいくので、皆さんお疲れ様でしたと。はい。行きましょうか。行きますよ。せーの、T さん、お疲れ様でした。あたしゃ。